ジョーカーシリーズは原作、朝情、ゆう、キャラクター原案作画、道原勝美による日本の SF アクション漫画作品。および、これを原作とした小説、アニメ作品。漫画作品は、ウィングスにて連載された。2015年10月号より、下月帰り作画によるリメイク漫画作品、ジョーカーリブートが連載開始された。 麻薬密売人の捜査を行っていた理員は、密売人の情司と接触する。麻薬中毒になっていることを心配する理員に、情司は自分が合成人間であり、地球上では人権がないことを告げ、麻薬取引の情報を流した。理員は一人で取引現場に向かうが、密売ネットワークの情報を奪取しようとしていた情司、ともども捉えられてしまう。そして、情司は、 リーンの身の安全と引き換えに自分が特捜司法官であることを密売人に明かした。隙を見て逃げ出した特捜司法官は密売人を処刑するとともにその遺伝子情報を読み取って密売人に変身。密売組織への潜入捜査のために天末の秘匿の依頼とともにリーンに接吻しリーンの前から姿を消した。一台で海王寺コンセルンを築き上げた海王寺デュークが 自宅の庭で異常としか思えない状況で休止した。ことを公にしたくない長男、弓人らの依頼で、リーンは、おじのストレーカー警視や検視官と共に、海、王子邸へやってきて、捜査を開始するが、直後に、男性の特捜司法官が現れ、海王寺流久殺害事件は法律により、特捜司法局の管轄に変わり、事故死として表向きは処理されることになったと告げる。 いつの頃からか、テロ組織赤のキャラバンに参加し、副総裁にまでなった海王寺家の次男、強よし人が、デューク殺害犯人であり、海王寺コンツェルンを壊滅させるため、弓人へ銃を突きつけたところへ、駆けつけた特捜司法官が、片人を射殺。特捜司法官は強人に変身し、コンツェルンの創立記念式典を兼ねたデュークの葬儀を、終え、 テロ組織への潜入捜査のために、リーンの前から姿を消した。小学校の同窓会に出席したリーンは、そこで初恋だった女性から、翌日のデートを申し込まれる。デート中に、女性の仲間に拉致され、リーンは、自身の身の代金を、海王子弓人に支払うよう、要求される。なぜかリーンが、海王子弓人の隠し子であると思われていたのだった。そんな中、 海王子ユミンに変身したジョーカーがリーンを助けに入ってきて、ユミンの姿のまま熱い抱擁と接吻を、声の出演は、コミックスオリジナルアルバム、OVA、ジョーカー、ファーストコンタクト、ドラマ CD 以上の3人は常に大型の黒サングラスを着用し、身分証明である銀の眼球を見せるときのみ、これを外す。海王子デュークが作り上げた。 弁当屋のチェーン店まで保有する巨大コンセルン。経済界、政界に大きな影響力を持つ。1992年4月21日に、ジョーカーマージナルシティのタイトルで、OVA アニメが VHS 及び LD で販売された。全1話。若い女性のみを狙い心臓をえぐり取る、連続殺人事件が発生していた。犯人は、合成人間先。 ドクターベイファームに作られた合成人間であったが、ドクターからはハートがない失敗作だと廃棄されていたのだ。先はドクターに認めてもらうため、自身に欠けていると言われたハートを集めていたのだった。ジョーカーガイデンシリーズとして、特装司法官 SA、仮面教師 SJ が観光。スペードエースと劇中の TV 番組、特装司法官 SA で、スペードエース役を演じる。 アキツを主人公に据えた外伝。日本集計刑事課の警部補として、六道王、リーンも登場する。他の作品の時代設定の約12年前を舞台にした作品。教師志望だった佐佐十三が受けた匿名は、学園スパイのようなもの。機体の詐欺師と呼ばれたさ、桜の息子としての特殊能力を駆使し、教育機構監査局のスパイ、SJ となる。 各話の最後の方で特捜司法官が事件を処理するが、誰が特捜司法官なのかや彼のコードも不明。この作品の1年前に、アキツが特捜司法官を演じる人気作品、特捜司法官 SA が始まったとされている。ジョーカーマージナルシティに関するカテゴリー。ありがとうございます。